さん、英語のソータです。お皆さんお久しぶりです。お元気してはりました？あ、そうなんです。僕ね、ちょっとこの YouTube からお休みいただいてた間にキャラ変更というものがございましてね、今年から初めての海外で世界中旅しておりまして、インスタストーリーの方からリアルタイム旅レポというものを配信してるんですけれども、はい、ぬくどほらまたぬくどほらまたほら来たーい。わし何かに追われてるのかな。まあ、時たまブラックソーターというものも降臨するんですけれどもね。もう発声からしてちゃうもん。もう僕なんかさ、こんにちはとか、こんにちはとか、こんなんやん。もう彼ら違うもんね。こんにちはみたいな。アンパンマンみたいな。いやー、インスタおもろいね。ちょっとインスタハマってしまいましてね、いろいろ投稿してたら僕のなんかキャラがもう爆発してしまいまして、こんなキャラが出来上がりました。ちょっとね、ここまでふざけておりましたけれども、僕は英会話コーチというお仕事をさせていただいておりまして、もう最近ではありがたいことにいろんなお仕事いただけるようになりまして、大学での講演会であったり、レッスンであったり、DMM とのコラボでね、発音レッスン1ヶ月させていただくいう企画もやっておりました。ということで、今日からですね、動画の雰囲気をガラッと変えまして、本当にためになる英会話上達法の動画をお届けしたいなと思っております。Alright, let's get started. もう英語のスピーキング力を上げるには、いろんな練習方法というものがあるんですけれども、今日はまずは第1弾ということで、もう基礎の基礎の基礎をお伝えしたいなと思います。皆さんね、もう今まで単語いっぱい覚えてこられたと思うんですけれども、そろそろその勉強の仕方やめませんか？もうこれからやっていただきたいのは、単語をどんどん覚えることではなく、知ってる語句の中から言い換えの文章を作る速度を上げる練習をしていただきたいんですね。もうここに切り替えてもらうだけでだいぶ皆さんの勉強の負担も減りますし、スピーキング力もグーンアップするはずです。どういうことか言いますとね、例えば僕ちょっと今から文章言いますよ。英語にしてくださいね。どんな文章にしようかな。もうさ、今日パセリ食べすぎてさ、お腹いっぱいやわ。この文章を英語にしたいとき、まあ、ちょっと長いので短くしましょうか。お腹いっぱいやわ。これ英語にしてみてください。今までの皆さんの英語学習の方法いうものは、あるいはネイティブの先生が教えてくれるときも、Oh, we say I'm full. こういう英語学習法だったでしょ？もうそういうね、その場しのぎだけの英語勉強法、やめませんか？もうこれからわからない単語にどんどん出くわしていくと思います。そういうときに、どうやって自分の知ってる範囲内の単語で相手に言いたいことを伝えるか、ここを徹底的に訓練していくんですよ。このお腹いっぱいっていう言葉を日本語で構わないので、できる限りたくさん他の言葉に言い換えてみてください。英語っちゅうものは連想ゲームですから、浮かばなかった方、コツがあるんですよ。例えば2歳の男の子にこんな質問されたらどうします？ねえ、ソータじいじ、お腹いっぱいって何？誰がソータじいじや。それはさておき。お腹いっぱい言うのは、もうこれ以上食べられないってことだよ。食べ過ぎたことだよ。食べ過ぎて苦しいっていうことだよ。いっぱいあると思うんですけど、例えばシンプルに、もう食べられないっていう言葉を英語にしてみましょう。I can't eat. まず、初級者の方はシンプルな文章でもいいので、こういうふうに簡単に言葉を作ってあげてください。で、慣れてきたら、ここにどんどん言葉を足していくんですよ。I can't eat anymore. それでもまだ伝わってないかもなと思った時は、I can't eat anymore because I ate too much.こういう文章を足してあげると、よりお腹いっぱいのニュアンスを表せますよね。こんな風に、これからは単語を新しく覚えるんじゃなくて、自分の知ってる範囲内で3歳児の子供に話してあげるような簡単な英語で説明をしてあげる訓練をするんですよ。で、ある程度いろんなことが言えるようになってきた時に、for っていう単語を覚えて、よりネイティブの自然な英語に近づけていく。このステップでするべきなんですよ。でも今まではね、いろんな講師の方は、for って言うんだよって答えを言いがちだったんですけど、もうその勉強法は古いんです。もう一回やってみましょうか。僕がね、もう最近毎日のように言ってる言葉何やと思いますか？道でイチャイチャすんなや。はい、どう言いましょう。必ず出てくるのが、イチャイチャするってなんて言うんですか？日本語を話してしまうんですね。ダメです。違う言葉で言い換えてみてください。ここの日本語を訓練するんですよ、皆さん。はい、同じように、2歳、3歳の男の子に、イチャイチャするって何って聞かれた時のことを考えてみましょう。18禁にならない程度に考えてくださいね。まあ、ナチュラルな言い方は、make out。これでイチャイチャするという意味があります。でも、こういうわからない単語、もうそれを探すんじゃなく、他の言葉に言い換える、ここに徹する方が早いです。まあ、例えば、イチャイチャするいうのは、キスすることだよとかね、もうお互いを愛し合うことだよとかね、ハグし合うことだよとかね、ベッドのな、もう極端な話、道でっていうのがわからなかった時も、今心の中で、道でイチャイチャすんなやって言ってるんですよね。じゃあ、極端な話、Don't kiss here.
もうこれでもいいわけですよね。言葉を自分が知ってる言葉にとにかく言い換えてあげる。で、後ろから文章をつけていく。自分の感情をどんどんつけてあげるんですよね。 That's so annoying. Annoying が出てこなくても I don't like it. Oh, I hate them. こうやって自分の感情をいろんな文章や言葉を足していくことによってどんどん元の文章に近づけていくんですよね。 Yes, this is very important. Don't memorize new words anymore. You already memorized enough, I think.で、この言い換えを意識しながら、もう辞書使わない。辞書使わず練習して、この速度を早める訓練を毎日やってみてください。日本語でもスラ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 面白い話言う人は、英語でも上手に話せますから、日本語もスラスラ話すようにっていうのを意識してみてくださいね。で、よくある質問、単語覚えた方がいいですか?いう質問ですけれども、今ね、もういろんな英会話の情報が出回ってて、単語は覚えなくてもいいとか、聞き流すだけでとかいっぱいありますけれども、もう僕の意見ですけど、いや無理やろ。例えば韓国語で考えてみましょう。単語覚えんといける？もう例えば韓国語ね、僕今ランダムでね、何か音声かけてみますよ。韓国語リスニング言うて。두사람이대화하고있습니다。何わからん。もう豚肉食べたいからサムギョプサルでも作ろうか言うてんかな。もうまず単語がないと、韓国語もそうですけど、わかりませんよね。なので、ある程度の単語っていうもの必要やと思います。で、これ聞き流ししてるだけで、これ何や、サムギョプサルの話かなんか知りませんけれども、聞こえるようになると思います？絶対無理やん。僕はそう思います。一冊ある程度覚えたり、あるいはもう皆さんも今もある程度覚えられてると思うので、もう単語やめて言い換え能力を鍛える方にシフトしてみませんか。はい、皆さん今日の動画はいかがでしたか。もうちょっとでも役に立ったむちゃおもろいやんこいつと思った方、高評価絶対押してください。でチャンネル登録もお願いしますね。よければシェアお願いします。 Twitter とインスタストーリーは基本毎日更新してます。では次回のレッスンでお会いしましょう。バイバイ。